ハロー YouTube キジトラハウスキャットビデオ。昨日のアンチは今日の友。あ、呼び鈴が鳴りましたね。皆さんこんにちは。2021年10月24日。今日は日曜日になります。キジトラさんいるかな？いたキジトラさん。またいた。キジトラさん。ベルが鳴り、集荷作業です。ちょっと今ね、米軍のヘリコプターがね、飛んでいます。夕方の始業時間開始ですね。羨ましいですね。今日もベーシックインカムです。支給されます。白いお猫さんを睨みます。もう、ジロリー！鋭い目つきですね。もりもり食べていますね。なんか画面が変色してきましたね。なんか磁場の影響ですかね。ヘリコプターの関係ですかね。モリモリといえば、モリモリと画面がまたさらに変色してきましたね。来ました。森村氏の違法海賊電波です。キジトラさん痺れていますね。画面が固まってぐる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 回っています。ちょっとやばいですね。森村氏の違法海賊電波です。痺れていますね。森村氏の違法海賊電波、まだ来ます。しつこいですね。もう砂の嵐状態、ぐるぐるで画面が固まっちゃってます。森村氏の違法海賊電波、しつこいですね。キジトラさんも痺れちゃってます。画面がもう砂の嵐でぐる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 固まっちゃっていますね。これはやばい。森村氏の違法海賊電波、まだ続きますね。電波がね、しびれちゃってますね。森村氏の違法海賊電波続きます。これはもうやばいですね。砂足状態ですね。下手したらテストパターンになっちゃうかもしれないですかね。回電波が収まりました。ちょっとまだ磁場の影響で画面がおかしくなって変色しています。なんとか持ちこたえたようですね。キジトラさん、チワ君からのモルシの白いお猫さん警報です。モールス信号聞こえるだろうか。キジトラさん、よく守っています。白いお猫さんを睨みます。ギョロリー、すごい目つきですね。これでも飼い猫さんですけど、外に出れば野生になっちゃうんですかね。チワ君からのモールス信号白いお猫さん警報が出ました。今日はよく拾ってくれますね、チワ君。ギョロリイカ耳で白いお猫さんになりました。あ、お立ち台降りてしまいました。痺れてんのかな。第2ステージが始まりました。キジトラさん頑張っていますね。やっぱりこのお立ち台は守らないといけません。ノラクロさんを狙います。ギョロリー、日曜日の今日は観衆5万人ですね。すごいですね。キジトラさん人気5万人が入ってます。すごい満員御礼ですね。もう払い戻しはできません。キジトラさん頑張ってね。今日はよく食べてますよ。あと5000人は入る勢いですね。木造のスタンドですから、いつ壊れるかわかりません。明治時代に建造したスタンドですからね。シワリが食ってるかもしれません。観衆も生活がかかっていますからね。ここで中断したらちょっとやばい感じになります。キジトラさんよく食べます。途中退場、職場放棄はもう不可能ですね。キジトラさんここまで頑張っているからね、なんとかお願いします。あら、あら、お立ち台降りてしまいました。イカ耳ながら第3ステージまでこぎつけました。よかった。ちょっと変な体勢ですけどね。
イカ耳アンテナが変な形になってます。お立ち台を、ああまた降りてしまいました。キジトラさん、お第4ステージ達成です。大猫さんを狙います。ジェラリー、お立ち台を降りて今日のお話はここまでになってしまいました。でも第4ステージ達成ですからね、なんとか大丈夫でした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーす。